野球より2人増えた感じ。いつでも勝ちたい場所です。ガイドの絆が試される、そんな企画だと思っております。個人戦なのに個人戦じゃないという熱い戦いかな。負けられない、私にとってプレッシャーです。協調性です。そうですね、我慢ですね。本当に頑張る。勝った。ちゃったなあ。ほん余裕じゃん。メラ余裕じゃない、空いてない。じゃあまた剣に回りますよ。奇跡よオーバレ。やった、こういうことだよね。おめでとう。10ゲーム1763枚。分かりやすい。これ座りますよ。凱旋340、もしおすすめの340番台、昨日一番まあ負けてる台ですね。4000枚以上負けてる。うわこっちか、遅れましたよね。光ってたりしてました。いやー、上位モードだったっぽいけど、天国準備だったっぽいんですけどね。まあいいか。やったぜ、ゴッド揃い。うわこのタイミングで8時です。急ごう、急ぎます。8時、まあうまいもんですよ。これが味噌汁です。お疲れ様でした。土曜日、日曜日、そして今日3日目が初めての平日ということで、まあ前立腺なのか据え置きがあるのかっていうのをチェックしつつですね、まあ、本命台から始めてディフェンシブに今日は行きたいかなと思っております。まあ、本命なんで当たった、当たってる、前兆だったんでしょう。23ゲームで告知かで、私よりも全然詳しいとは思うんですけど、マジか。掃除数6という台はちょっと見られず、マックス5なのかなと思います。で、凱旋の方がちょっと分かりづらいので、わざとちょっと本命台を凱旋をハーデス寄りの方にしたので、ハーデスの方がちょっと分かりやすいと思うんですね、画面とか。大丈夫か、あ出てるぞ、前日いいのか、いいか、いきます。なぜか右上がりから余計な右上がりってなので、ゴッドゲーム324枚でございます。この台で天井を狙います。あ、違う違った、コンセッテを狙います。1台目はね、もうあれは朝日奈が悪いからいいです。そう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 、遅れでね、そんなね、ちょこ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 ね、ゴッド揃ったらたまったもんじゃないよ。そらほら
まったよ、止まったよ。ほらーね、何も考えないで打つとこうなるわけですよ。うーわ、すっごいの出た、すっごいの出たよ。はい、お疲れ様でした。実戦終わりました。東條さん、おはようございます。はい、ご機嫌いかがですか。ちょっと痩せました。痩せてないですね。はい、そんなわけでですね、どんなつかみで、私、今日プラス3枚出ました。1649枚でございます。これでトータルも2000枚プラスになってるはずですので、2050枚、1051枚かな、2061枚。これ分かってるよね、この流れ。え、これ負けれないよ、負けれないよ。本当に2000枚なんてあっさりなくなるからね。だって俺今日投資が2068枚だからね、おはてんまで。あっさりなくなるから気をつけてくださいね。でね、東條さんの日、今日は多分期待できる日です。あんまり大きな声では言えないけど、期待できる日ですから、ぜひ高設定積もってください。まあ、その前に抽選勝負になるかもしれないけど、そこは頑張りようがないけど、なんとかその狭い鬼門をくぐってください。あなたもパチスロ師匠ガイドのライターなら、ならその狭い鬼門をくぐってください。頑張ってください。このね、T シャツ、ちょっと見える？これね、ちょっと脱いだ。見える？え？ちょっと古いよ、2013。これ、俺これ着たかったからね。これ着たかったから。ね。ユニバーサルさん、T シャツよろしくお願いしますよ。頑張ってください。はい、わかりました。で、今日はまあ抽選良かったんで座れ取れるでしょう。本命は、前田さんの本命を信じたいと思います。雨だから、私雨女なんですよ。はい、ただいまー。よし、取れますように、取れますように、絶対取れるやろ。ただいまー、取れたー。取れた、そら取れるわ。これ、これがね、多分ずっとマイナスなんですよ、この台が。え、こっち、あー、多分こっちの、これが対抗台。はい、
い、では、私、ミリオンウッド神々の凱旋取りました。で今日ですね、非常にお客様が多いですなんですが、なんと抽選が10番だったので、私はゴッドの島で一番最初にこの台を取ることができました。この台は前田さんが、本命と言っていた台です。あんだけ選択肢があってこれ外れたら前田さんのせいですまあということでね、これが6だったらいいなと祈りつつ打ちたいと思います。では早速打っていきたいと思います。よし、まだ誰も当たってない。全台フルカード、いやもう待って早いよ18ゲームで赤なの全然狙ってなかったちょっと震えたこれはい、ということで18ゲームでまさかの普通の炎からの赤なの投資1本です。今日は多分めっちゃ勝つぞ。目標3つは乗せたいと思います。来るな、あ、来ちゃった、あ、中断、しゃあさあ早速1個乗せました。いや中断気持ちいい。さあさあさあ順調です。頼むどうしたの私、どうしたどうしたどうした、ジュースは来い、ほら。でもこれでね、さっきからこの演出で乗ってるから乗るでしょう。あー惜しい、惜しいのか、おい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 、おら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 、ラストお願いします。無限とか行けばいいのに。あー、まあでも2個乗せました十分でしょう。お、ここに来たよ、キナナ4連ある。おおおまだもう一個ある。あ、ホッパーエラー、なんちゅうタイミングのホッパーエラーや。ちょっとね、ホッパーエラーになっちゃってテンポずれちゃったけど、もう一回キナナ来ればもう一個乗るんです。残念、まあいいでしょう。ないかな。ない。え？やがり。映画狩り当たったかも。
じゃあよかった。446ゲーム、持ちメダルで当たったので追加投資なし。よかったよかった。一番上の、いやー中段期なのでしょう。あかなのフェイクでしょう。そう、やっぱり最悪を想定した方がいいんです。よっしゃ来たこれ。まあ、とりあえず頑張ります。本日2回目のあかなな、乗らないなら乗らないでフェイクを出さないことを目標に頑張ります。攻めになっちゃった。でも枠内2個。ああ、あぶねー。よーし、また枠内2個になったんで、まあ、こっちもまた抽選。こっち、あ、いい、順調に。うまい。どうしたんだろう、今日はカラナ日和だな。何個乗った？3個？おりゃ。チャンスボタン振動ロング演出プレミアップ。まだいけるまだいける。ラスト、まあ頑張った。何個乗った？3つ乗せたのかな。で緑になった。白、青、黄色、よかった。はいはい、315枚赤菜の4つ乗せたので5セットまで確定。めっちゃうまいやん。嫌がり引いちゃった。絶対やんか。おー、いったよかった。やっと G ストップや。乗せましょう SV7。 うえー、いきなりチャンス。鏡狙い。あっ。あ、これは1ゲーム目にやることじゃない。
来たおいやばい今日ゴッタ引くやろ今日のこの勢いはゴッタ引くやろおお見てなかったあでもこれは違うと思うフェイクでしょ GG 中ダッシュソロウンかーいこれは事件だテイク出しちゃったよもうこれ乗せないとラストお願いしますうわーそんなかまあでも引けただけいいでしょうあるよあるある乗ってるあー乗ったラストとりあえず10セットまでは確定です。ホットゲーム10セット。はい。10セット目終了。分かってる分ではないです。だからもうこのまま終わるかもしれないし。あるかもしれない。多分、あかなな。見た時の宝石の。で上乗せしてる可能性もあるんですよね。もうないかな。あった。もう雨ぐれ流してよ。3719枚もうないやろ何やんかラストいるよねドン4000枚やわあ、アパエラあーこの終了画面のタイミングでアパエラなったんでもうない気がするThank you.
ラスト。ほら本当に終わった。右上がりをポンポンと引いたんですけど、ちょっとゲーム数を見てなかった、引いた。でもまあおそらく右上がりから当たったと思います。955ゲーム、めちゃめちゃ出玉削られました。勝ち盛りも減りましたよ。まあよかった。1000超えて当たるよりはいいでしょう。白か、終わっちゃいました。319枚。今リプ2連の状態なんでね、やるわけはない。この V、ちょっとね、これからどうするか悩む。やめてもいいんじゃないかなと、正直。いいところが一個もない、全部引きですもん。ちょっとデータをね、画面で見ようかなと。回線が、まあ、これが私の台。今、まあ3000枚ぐらいあるのかな。これがね、この台が ここまでしか見られないんですけど、まあ1回908ハマってて、このあと442、431、131、まあこれは天国としても当たりがめっちゃ軽いんですよ。で1回ゴッド引いてたんですけど、ちょっと他の履歴見れませんけど、怪しい、正直当たってる、すごい早い。で、あともう分かんないのはこれなんですよね。もう7000枚出てる。ここでグンと言ってますけど、そのここ抜いたらそこそこ当たりは取れてるんですよ。だから怪しいのはこの2台かな。ちょいちょい飽き出したっちゃ飽き出したんですけど、気になる台が開けば移動してもいいんじゃないかなということで、やめます。私が打ってるのはやっぱ持ってる出玉あるうちにやめた方がいいと思うんで、やめたいと思います。とりあえず剣します。
はい、今8時ちょい過ぎでございます。ですね、一応店内は相変わらずフルです。の状況で、まあゴッド外線に関しては満席です。で、まあハデスは空いてるんですけども、正直世界がわからないなと。まあこっちのですね、すごい出てる台に関しては、まあ、こっちもなくもないなと。1回のハマり以外がやっぱり軽いですね。まあこれは正直、まあ、悪くないけれど、まあ見た感じこっちはもう間違いないかなっていう。こんなにやっぱ凱旋揉まないので、この台は朝一ゴッド引いてたんで、本当どうかなって思ったけど、まあ結果こんな風にずっと揉んでるんで、まあこれで間違いないんじゃないかなと思います。どうかなと。ただこれまんまに出てる台が1台ありまして、でもこの台自体今ですね、ここの伸びはゴッド引いてからなんか、まあちょっとなんか、あ、1回抜けてんのか、あ、1回抜けてからも早いですね。だからすごい全然ハマってないんですよ。で、多分引きも絡み合って噛み合ってたんですけど、まあこれが6じゃないかなという、あるとすれば6があるかわかんないですよ。でも6があるとすれば多分これ、あとはちょっと何とも言えない履歴ですね。で、とりあえずもう打てる状況ではないので、残りは、まあ、閉店チェックですね。明日の、まあ、森戸さんに向けて、まあ、本命台を絞ろうかなと思います。後ほど